どうもこんにちは、たまちゃんです。それでは本日は新作のハイパーリーグヒーローズを遊んでみます。こちら発売日が2022年11月10日で、価格は580円で買えるお手軽なミニゲーム風ハクスラゲーのようです。内容はサイドビューの半自動的な戦闘をひたすら繰り返してキャラクターをどんどん鍛えていくというとてもシンプルな RPG になっています。で、特徴としては仲間にできるヒーローの数が多く30体以上いるようで、で、それらのヒーローを悪魔合体のように合成することもできるようです。そしてプレイヤーに装備できるギアと呼ばれるものにレアリティっぽい色分けがされており、まあ、トレハン要素も兼ね揃えているようですね。というわけで、一体どんな内容なのか早速始めていきましょう。さあ、まずはチュートリアル。まあ、とりあえず敵を倒すと時間以内にクリックすると戦える。キャラクターをクリックすることでも、なんか早くなるみたいに書いてありますね。何かな？スペシャルムーブス？右下クリックでアイテムが使える。で、バトルスピード。1倍から3倍変えられると。よし。敵をクリック？これでいいの？どうした？クリックすると、攻撃を始める。結構感覚は今んとこ、ゆっくりですね。敵の体力どれだ？これ6かな？あ、7与えて、レベルアップしましたね。プレイヤークリックしてみるとどうなんだこれ。クリックしたが、なんか光っただけで、特に変わりはなさそうだが、次ルーム2。こいつはボスっぽいな。なんか特殊な攻撃してくるんですか？これは、ファイアボム。いけ！おぉ！ファイアボム！おぉ、決まった！待て待て、これ勝てないんじゃないこれ。絶対に。体力は？あ、もう1だよ。もう無理だろ。あ、あらー、死んだ。負けイベントか、これは。そう、しかし、レベル2になりましたね。とりあえず人を雇って、チームを作るみたいな。そういう話かな？で、何かアンロックしたり、アップグレードしたりと、ギアを装備しろとも言ってますね。このフューズでなんかね、ヒーロー同士を組み合わせることができるっぽいですね。で、この騎士自体もアップグレードはできんのかな？で、最終的にはデーモンキング。それよりも強くなるみたいな。そんな感じか。ランジ。ランジに来たけど、荒れてますね。ラックがプラス 50%。ランジに来て、そういう能力を得たんですか？一時的な。まずはどうすればいいんだ？クリュー。これはパーティーメンバーかな？現在一人ですよね。ここでキャラクターのアップグレードが可能。ここで装備品が設定できる。これはパーク？もしくはムーブス。必殺技ですかね。ディスミスでこのキャラクターを売れる。もうヒーローは物の世界です。なんか持ってんの？装備。現在は？どうやって見るんだこれ。これが装備品みたいなものなんですかね。アタックにディフェンスギア。これはスピードギアか。まあ、とりあえずスピードギアでいいや。もっと入手しないことにはわかりませんね。アップグレードはどうやんの？現在ポイントはないのかな？コストと書かれていますが、まだ足りないっぽいね。リクルート。誰か雇える。こいつがヒーローか。泥棒っぽいな。ダンジョンこなせば、より高いレベルのメンバーが仲間にできると。現在3名ですね、ヒーロー。シャンクス、10K って？どこ？これ雇える？ここに1万って書いてあるけど、これかな？コストは。あ、待てよ。経験値で雇えるの？もしかして。キャラクターの性能も確認できるね。強ければ強いほど、これの性能も上がるんだろうね。今んとこ一番高いのが、この人だけど。ジャーニー。雇えるようになるのかな？じゃあまずは戦闘出ましょうか。モードは3つありますが、ストーリーに
タワークリンブ？どうか塔を登るのかな？で、ルートラッシュ。これはお宝をどんどん入手できるんですかね？じゃあまずはストーリー。待て。レベル20選んじゃったな、今、多分。レベル20だ。まずいな、これ。しかも仲間がいないじゃないか。もう一人どこ行ったんだ？逃げるのどうしたらいいの？だめだ、逃げさせてくれない。もう死ぬの待つしかない、これは。うわーって言われ死んだ。ルートラッシュ、これはどうだ？なんか現在は厳しいみたいに書いてあるね。じゃあこれどうだ？タワーを登る。まずはレベル20を目指さないことには始まらなそうだが。お、二人だね。クリックで。この二人が自動的に狙ってくれるようだね。これ減った体力どうなんの？現在体力14しかないよ。この主人公はね、300あるけど。クリティカルストライク使ってみるか。クリティカルストライク！なんか必殺技使うとキャラクターがでかくなるんですね。で、制限時間は1分かな？早速今、お宝がありましたが、今のところ順調ですね。どんどん使っていくか。お、強いぞ。強いが敵も強い。まず死にそうだ。お、しかし今一発で、複数当たりましたね。レベルもどんどん上がっていく。これで、レベル20にできるのかな？あっという間にね。現在のレベルいくつなんだ？あ、やれた！死んでしまった。どうなるんだ？このアイテムは？お、あれ、アイテム使えば、実は開封できた？その説ある。いろいろあるけど。メディシンってありますね。使ってみるか？メディシンクリックしてみたけど、回復してるようには見えないな。敵が強いのか、これ。まず死ぬ。おりゃ！お、どうだ？あ、勝った。いや、負けた。どっちだ？負けたっぽいな。とりあえずレベルが上がったから、一回戻りましょうか。さあ、報酬。とはいえ、これは、なんか消耗品、それに見えますね。でもレベルは9まで上がった。これで正しいのかな？道場。ここで鍛えられる？もしかして。トレイン。トレインクリックしたら？お、わー、クリック、クリック。何？クリック連打すんだ、これ。レベルアップした。なんだ。道場は正解だったか。おー、アメージング。この、音声いいね。昔のカフコンの、X メンとか遊んでる感じだ。うわー。ちょっとクリックが厳しくなってきた。間に合わない。でレベル11になりましたね。で、さらにトレインはできませんね。クールタイムがある。で、再びタワー。行くぞー。まあ、とりあえず死んでもね、そんなにペナルティはないっぽいんで。早送りでいいかな。かける3倍。よし、行け。おぉ！かける3倍。一回が超早い。あ、プレイヤーのなんか、ヒットポイントかなり上がってますね。レベルが上がるだけで、こんなに上がるんだ。いいぞ。さあ、カタツムリをあっという間に倒して、ルーム6。こちらはいけるか？次使うか、久々だ。お、どうした？隠された道を見つけた？そんな感じ？ヒヌンルーム。お、どれが選べみたいな？コストって書いてあるよ。お金かかるんだ。ライフを回復する。コスト。EXP を使いましたね。とりあえず、久々だ。あ、やられる、味方が。あ、やられた、捕まりやられた。でも回復ができましたね。なるほど。アイテムは、一番右がね、回復だったようだね。これの左下のショートカットあんのかな？速度変更の。何かあると思いますけどね。マウスクリックでは、ちょっと時間かかるからね。数多いぞ。必殺。えぞ。バカした。このルームも行けそうだね。あ、時間が残り10秒ぐらい。ボスだ。レベル12か。もう一回ぐらい行けば、なんかクリアできるかもしれませんね。再びリスタートしてみようか。どっから？ルーム1かな、これは。そのようだね。うん。まあまあ、半放置で OK なのかな、これはね。
どんどんリスタートすればレベルもガンガン上がってきますと。アイテムだ。これクリックする必要あんのかな。どうだろうね。さあルーム10まで来ましたが、今回どうだ。やられた。ゲージが99になってますね。なんか減ったの。クリックすると100になったが、なんか使ってんのかなこれ。どうだろうか。また何か見つけたが、お店かな。お、お店じゃないと。お金がたっぷりある。6秒。あ、まだ敵いた。こいつ強い。ミミックだ。やばい。必殺、使ったけど。これギリギリだね。あ、時間足りませんね。もうちょいなのに。あー、ダメだ。残念。もう一回だ。やばいこれ。ペナルティがないからどんどんいっちゃう。で、経験値も3万ぐらい溜まったから、次リクルートできますね。ここをクリアしたら、雇ってみるか。さ、これで次は、ルーム10。買ってるかな？いけそうだね。今回2人いるし、必殺は決まった。ピヨってますね。結構ピヨる時間長いな。かなり有効だが、あ、やらしまった。残念。まずい。時間足りない。必殺！もしだ！やったー！初めて勝った。どれか選ぶ。時間内に。真ん中は？何かがマイナス？なんだマイナスって。エクスハウション？これどういう意味？あ、ルーム11が閉まった。あ、負けた。よし、じゃあ一回戻るか。報酬はこんな感じですね。レベルは20になった。ストーリーモードがいけるぞ。そう、リクルートで、なんだ？無料のキャラクターもしかして。なんかそんな感じですね。そして、なんか、クリーチャーも仲間にできるっぽいね。このネズミと、カタツムリ、こっちにするか。うわぁ。これでメンバーが4人になりましたね。で、ここら辺のレベル上げも必要だろうね。再びギアをつけていきたいが、これはまだ変わりがないね、特に。あ、これ設定できるの今、3つまでだ。もう1人分、ちょっと設定できませんね。ノンは、これいける？このチャーム、このカタツムリに設定しました。では、ストーリー、行ってみようか。とは言っても今、レベル20なのはね、この2人ぐらいだからね。他の二人やられてしまいそうだが、結構強いね。あー、あっという間に、カタツムリ死んだ。どんどん技使っていくか。敵が相当強いぞ。コンボってありますね。で、敵がどんどん出てくる。コンボは切れた。まだ勝てないのか、これは。あ、時間内に敵を倒せば、そのコンボが繋がるみたいな、そういう話か。よし、頑張れ。どいつかは集中して狙った方がいいんだろうね。こいつだ。今んとこ、ルーム1から進める気がしないな。やらしまった。ああ、負けた。ルートラッシュ。一回行ってみようか。なんだ？いきなりお宝があって。なんか入手したけど、服みたいなもの入手しましたね。こいつはミミックですが、レベル14ならやれそうだね。速度上げるか。またなんかにしたよ。そこで 1.5 倍。カタツムリ攻撃。毒攻撃かな。お宝回収。おいぞ。どんどんお宝が集まる。ん？どうした？ルート？なんだこりゃ。あ、これは新たなギアですね。今までレベル1のものしかありませんでしたが。どれが取れるんですか？好きなものを。これを今回入手したという話かな。で、一回基地に戻って、で、装備できる。そういう話か。じゃあ早速、装備しましょうか。おう。色がね、上に行けば行くほど、レアリティが高い。性能が高い感じかな。あ、でも、レアリティの他にも、レベルの概念がありますね。まあ、紫が他のゲームで言うとこの、エピックとか、そういう扱いになるのかな。これはディフェンス。
主人公は移動速度アップ。これは良さそうだね。他のキャラ何がいいんだろうね。アタックギア。ラックギアってなんだこれ。雷みたいなのありますけどね。これなんだろうね。カタツムリは、ライフを上げるか。お、いいね。どんどん面白くなってきた。こっからが本番か。なるほど。このステージごとにね、どのステータスが上げられるか決まってるんだ。あ、で、これ。1時間に1回だ。なんてことだ。じゃあ普段は、ここでレベル上げて。で、とことん上げたら、ルートラッシュ。そっちに行くといいんだろうね。何かを見つけた。お、ヒーロー。ヒーロー風の敵ですね。レベル20、これ強いぞ。全力だ。うわぁ。必殺技をね、使うタイミング、考えてばいいんだろうね。隠し部屋が面白い。お、なんだ？クリックで？ワンクリック？え、なんだこれ？おぉ！クリックしまくる。おぉ！あ、50クリックで回復した。クリック数に応じて回復してくれるんですね。そして、お、選べるようだね、次は。こっちか。道が2つある。で、また人間系の敵ですね。これじゃ弱いな。なんかできそうだよ。ネズミに、この2人を合成すると、どうなる？ネズミになる。まあ、これはヒーローが余った時に使うといいのかな。で、これどうなんだ？素材が足りてない？もしかして。42必要って書いてある。でも16しかない。だからできないんだ、合成が。ちょっと残念だね。ここのアップグレードは？いけそうだね。レベル1。10フロアごとにライフが回復するみたいな。そういう感じか。さあ、再び、ルートラッシュ。こちら行けるようになったんでね。行きましょうか。現在主人公のレベルが50ぐらいになってるんでね。今度はかなり行けるんじゃないかな。何階まで行けるかな？敵のレベルは46か。まあ、今んとこ問題ないが。リトリート。あ、ここでやめるか。ステイは、もうちょい進めるみたいな話？しかし、やられてしまうと、アイテムを失うとかね。そういったことあるかもしれませんね。わ、5体か。こうなってくると厳しいな。ちょっとゆっくりやろう。あ、やられた。まずい。ここで終わるかもしんない。やばいぞ。耐えろ。あ、アイテム。回復。うわあ、ルーム10に来たけど。あ、1体か。1体のできんじゃないの？どうだ？やれんのか？頑張ってくれ。やれそうだ。おお、一発がでかい。やばい。いけー。必殺。うわあ、やったー。ギリギリだ。これが、今回の報酬。お、レベル52のギア。一気に強くなりましたね、これは。まあ、自分のプレイヤーたちのね、レベルに沿ったこのギアが登場するようになるんですね。今まではレベル18が最高でしたが、一気にレベル53。これは強いぞ。では本日はここまでですね。今回はひたすら戦闘を繰り返してヒーローを鍛えていくハイパーリーグヒーローズをプレイしてみましたが、まあ、キャラクターがどんどん成長していく様はとても面白かったです。一方、トレハン可能なギアが落ちるダンジョン、それが2時間に1回っていうのがね、ちょっと残念かな。まあ、それ以外のモードでもギアがドロップするというのであれば良さそうですが、今回プレイした限りではそういったことはありませんでした。まあ落ちるのであれば絶対に面白くなるでしょうね。で、発売したてということで今後もアップデートが行われることが予想されるため、また何か機会がありましたら再び動画にしていけたらと思います。実況はたまちゃんでした。